野にボールが入って天理チャンスになります。そして一つとバイノケノックオンか。あ、そしてターンオーバーです。強烈でしたね。和田がタックル受けました。いいプレッシャープレッシャー、天理もこれ負けずにプレッシャーかけ直す。まだ共産大外、うわ強烈でした。上野も大丈夫か。いや天理みんなすごいラッシュですねこれ。大丈夫、お互いに。その向こう側で山田はさっきタックル受けて、あ、和田がねタックル受けて倒れてますけども。13番、うわお互いにすごいタックル入ってましたね。すごいですね。これさっきの上の方ですね。ここは、はい、これはちょっと肩が痛、あれかな、痺れた感じですかね。その前に共産大のタックラーが一人バーンと山田に、和田に入ってますんで、